アナーキー和人ですこれですね、今回も使ってみた、20年後の卵たちっていう曲でも使いましたけど、ヤマハさんのビオリラベースというちょっと珍しい楽器なんです。どういう楽器かっていうと、この太い弦が1本だけ張ってある一弦対称弦っていう感じですね。これこうやってってますけど、基本的にはこう左手でキーを押さえて、この弦をこっちで弾いて鳴らすと、こういうやつです。で、指でこうやって弾いてもいいですけども、ピックで。ちょっとね、これうまく映らないんですね、楽器が大きいから。で、こういう音が、ちゃんとベースの音が出る。こうやってなるんですけどもね。で、これね、こういうヤマハさんのピックもついてるんですけども、一応、こういう弓も付属してるんですよ。してるんですけど、この弓めっちゃ使いにくいんで、これでね、こするのがなかなかね、なかなか大変でして、このボードプサルティという楽器の短い弓の方がまだ私は弾きやすいです。こするとどんな音かっていうと、やっぱりこれあんまり弓弾きしてる方の動画とかも見かけないんで、基本的には弾いて弾いた方がいい楽器なのかもしれないですね。私これヘッドホンしてるから、せっかく俊郎さんに作ってもらった可愛い音符ちゃんの帽子が見えないですね。これまた川上俊郎さんのお手製の帽子です。こっちに可愛い音符ちゃんのぬいぐるみもあるんですけど、これヘッドホンのホルダーにちょうどいいんですよね。てなわけで、毎度ありがとうございます。